マジで白かったでしょ。いきますよ。はい、お願いします。お願いします。お願いします。勝負だ。よし、これでいいや。いくぞ。はい、あ、もう満足したよ。よし、こい。いやー、うそ。うわ、あー、クルーだ。クルーだよ。あ、怖い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 よ。怖いな。キッチンゼロ脇とかあんの？操られんの？任しといて。今度視界いいから。さっきタコでやってたけど。今度恐竜乗せてるから。はい、プルプル俺使います。俺のプルプルです。プル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 。こっちにすごいいっぱいあるね。俺の知らないタスクもあるんじゃない？なんか、これ。ん？あ、なるほどね。あ、一個ずつやんないといけないんだ。うわー、めんどくせー。一個ずつじゃないと処理できないタイプ。一気に四つ持っていけないタイプ。あずき、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 あら、あずき、あら、嘘、やられちゃってる。ごめん、ちょっと、これゲームのバグっぽいんで、ちょっとそれだけ言うと、ミーティングの階段、あ、はい、階段の下で死んでたんだけど、はい、レポートが出なかったんで、はい、そのまま登ってボタンを押しました。なるほど、なるほど。バグ。まあ、でも階段下で死んでたのは確かなので、はいはいはい。殺してって言ってたな、ひらくん。死にたいの？死にたい願望が。そう、頭を乗っ取られて。やばいよ。誰に乗っ取られたんだ。誰や。操られてるからもう殺してくれって。やばいやばい。これでも最初の相手とかで縛れるんじゃないですか。いや、でも結構ごちゃごちゃしてたってのと、これだけ聞きたいんですけど、プロペラのやつどっちにありました？右か左か。右です、右。右に、レモンココ先輩が確か右に乗ってた。そうそう、僕プル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 乗って右に行ったんで。先輩？ペロ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 。いや、俺じゃない、俺じゃないよ。ペロペロ？あ、いや、プル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 。なんでもよ、プルプル。いや、プルプル。脇位置でも開幕、その宿舎あたりにもうほぼほぼの人が集まってきてたんで、はいはい、うん、その後、ね、僕今、ね、うん、確実に下がって武器庫行ってんのがザワスさんとトシゾウさんは違うと思う、うんうん、僕も今僕も僕も、あ、レブちゃんもや、はい、あ、うんうんうん、あ、顔毛も顔毛も、あ、顔毛さんもいたんか、はいはいはい、そう、うん、私とザムさん金庫の方にいました。ああ、そうですね、アーカイブ脇のラウンジ貨物っすね、うん、うんうん、で、手で直すのも見てます、うん、バブリーナさんが、うん、はい、それアドミ見てたのでそれ正しいです、うん、あら、貨物なんかベルクラさんもちらっとどっかで見た気がしたんですけど、エンジンマジ、エンジンでメイン電気セキュリティで最後キッチンらへん、はいはい、今そこで名前出なかった人誰ですか今ので、マウコレモンが上の方にいないけど、それかまあベルクラさんが浮いてるから完全に嘘ついてるぐらいしか。はいはい、エンジンぐらい、最終がキッチンぐらい、あ、キッチンに到達する直前でセキュリティの間みたいなところです。はいはい、うん、ベルクラさん宿舎前脇で、最初合流して、はい、でその後見えなくなっちゃったんで、うん、右行ったか下行ったかだと思うから、多分下行ってるのは嘘じゃないんだろうな。確かに電気セキュリティついてたので、うん、多分それが多分ベルクラさんだと思います、うん、で動き的には多分、うん、昇降機で殺してプロプロ乗って、うん、アーカイブの方に抜けてった人なのかなーなんて思う。そんなもん先輩ちょっと待って、ちょっと待って、これ怪しいな。俺じゃないのよ、俺じゃないぞ、俺じゃない、俺じゃない、あ、俺がちょっとペロペロしたなこれ。え、多分俺が情報出さないといけなくて、宿舎前脇で、ベルクラさんと別れて、はいはいはい、で金庫室に5人ぐらい入ってきて、うん、でそのタイミングで停電になったんで、うん、右側に行ったら右側にココレモン先輩が移動するのを見て、じゃあ一回金庫に死体ないかなって戻った上で宿舎前戻って死体を発見って感じなんで、うんうん、宿舎前戻って発見、あれ宿舎前これ一回押した方がいいね、俺が押すよ。まあ、俺目線からしたら疑ってくるレポ、どこでいいんだ、あ、ここか、宿舎前で行って俺が押せばいい、ね、だから俺目線で行くと疑ってくるレプチンさんがなのかなって思っちゃうよね。一応俺のルートを教えとこ
あでも宿舎、うん、ミーティングルームのはしごのとこでなやったんでしょ。俺じゃないんですっつって。ああ、はい、僕じゃないんです。僕じゃないんです。僕じゃないんですボタン。そうそうそう。一応ね、俺の動きもいいとこかなと思って。はい、でさっきの、エンジンルームではいて、うん、で顔芸さんとざわしさんといたのかな最初。でそのまま、はい、寄宿舎前に通るところでレプチンさんとか真央さんと行き合って、うん、で昇降機のプルプル乗って、うん、アーカイブで、うん、あの本の整理してたんですね、はい、最後本の整理してる時って誰かに見られてた一人だけ。あ一人だけ多分。あまあでも向こう行ってたのは見て、うん、でそのタイミングで通報が光ってないからレモンコフ先輩は多分そう違うんじゃないかなって思うんだけど、あの情報すごい大事ですよ。あ、うん、そう、あの宿舎前、うん、そう、うんうん、逆にその一番本当に最後のタイミングまで武器庫で確認してるのはそのざわしさんと歳三さんやったの、はい、で、うん、それ以外の人がダッシュで上に行ってキルしてたらわからないかな、顔芸さんかレプチンさんか。いや俺あのアドミンずっと見てたんで、アドミン上達、僕あの歳三さんと一緒に武器庫いましたね、うん、最後そうですね、最後はいました、ね、あじゃあちゃうな、うん、だから僕はてっきりココレモンさんがやって右行ったのかなと思ったんですけど、それがないのなら、うん、そう右に行ったココレモンさんと、あの停電になったタイム、うん、その先にいるバブリナさんとザムさんが弾けるじゃないですか、うん、うん、まあそこが株買いやってなければね、はい、貨物が、うんうん、ココレモンさんより先にいるわけですからね、右側の方に。さっきは通報光らなかったっていうのはどういうことですか。あ、停電になっていて、はい、宿舎前の通路で僕がいた時に停電になっていて、はい、じゃあ右側のペ、はい、ペロペロに乗って直そうかなと思ったら、ペロペロが多分オレンジ色がペロペロに乗っていって、うん、でそれを宿、うんうん、昇降機のあの階段の下で見送っているので、うん、まあ、戻ってきてたら知らないけど、そう右に行ってたんだったら、うん、まあそれでその時に死体はなかったである。あでも通報ボタンが光らなかったっていうのはあのバグで光ってなかったんだなって、そうやそうやそうや、そう言ってたね。そしたらちょっとそれは分からんかも。え？じゃあここらもさんじゃない？違う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 。俺じゃない俺じゃない。俺じゃないよボタン押したでしょ？いやでもあれでしょ、バグだとか言って魔王がセリフやってる可能性もあるしょ、でも全然。悪質すぎるだろ。マジでその可能性もちょっと考えた。考えた。作詞だからな。結構到達組の一番ケツの人か。プルプル乗って右に渡ったココレモンさんか、最悪その魔王さんのセリフかの3択ですよね、うん、今回の。まあベルクラさんが完全に浮いてるんで、誰も言われてたわけじゃないんですよね、あの、うん、その移動見ましたけどね。ああそうなんですね。あそうかそうか。まあまあでもその、うん、タスクをやりやすくするためにココレモンさん死んでもらったわけ。いやちょっと俺ちょっとちょっと俺がねあのみん俺をクルーメイト俺があのクルーメイトをね勝利に導いてあげるからやめてて、やめてて、危ない、やめなさいよ、やめなさい。え、こうなってくると俺歳三さんも怪しいってなっちゃうよ。歳三さんとレプチン、あでも俺じゃないのよね、うん、俺じゃないよ選挙カー、俺じゃないよカーでちょっと宣伝しないといけないね。俺じゃないですよ、俺じゃないですよ、俺じゃないですよ、ザムさん俺じゃないですよって。俺がねあのクルメイトをちゃんと勝利に導いてあげるからね。大事なクルージーン一人失ったら大変でしょ。なんで俺怪しいってなった？なんね、なんで俺が怪しいっていう展開になったの？教えてもろてね、おかしいよね。はい、コメント欄で今の展開おかしいか おかしくないかちょっとコメントして。おかしいよね。おかしい。あっ、ごごごご、あ3人いる。なんでビビってんのよ。あこれビあすごい見てる。いや何もない、何もないっすよ。俺は歳三さんを信じますよ、はい、なんで。まあでも最初一緒でしたもんね。最初一緒でしたもん、ね、でも僕が残ってれば多分勝利できますよきっと。本当ですか。はい、残ってればもない。全然信じてない。この人たち全然信じてない。後で あそういうこと。後で痛い目に、ういう後で痛い目に遭う。なんで
あ、ちょっと待って、これ取れない。あれ？わかんないね。誰だろうね。まあ、ベルクラさんがなんか浮いてるっぽい。で、なんかほら、なんだっけ、役職もあるじゃない。あれもあるからもう、普通の推理じゃあんまり考えられないようなことも起きるわけでしょ？結構大変よね、それ。あ、あの本の続きやろうか。で、俺、だって、白ボタン押したんだから俺。どうですか？おい、はい、無事です。危ない危ない。マウシすごい重要なこと言ってなかった今。そう、あのすごいなんか記憶が曖昧ミーマインだから言わなかったんだけど、うん、昇降機で昇降機でレモンココ先輩を右に送った時停電だったからあんまり見えなかったんだけど、はいはい、なんか誰いるかなって動いてた時に昇降機前になんか2人ぐらい誰かいたような気がしたんだよね。うん、でも いたような気がする。でもそう、記憶ガバガバなんだよマジで。全然自信なかったけど、そこに2人いたから、その2人も容疑者じゃないかなって思ったんだけど、うん、それ誰かは、それ誰だったの？それが誰だ、可能性としてはバブザムにならない。バブザムか。いや、俺はアーカイブラウンジ。でも僕アドミンで見てるんで、うん、あの貨物があの2位とかってなってたんで、多分それがザムさんとバブリナさんだね、うん。ですね。じゃあ記憶違いか、ただの貨物2か、貨物2か、なんかいた気がするに 1、2とかってなってたんだけどね。昇降機って何でした？あ、でも多分その2人はなんかチャカチャカ動いてどっか行ったんで、そこで殺してた場合、うん、そのままさーってどっかに行ってる可能性があるから、もう間をつらんかこれ。なんでやねん。間取って間取って、もう間をつらんかこれ。こんなに一番身を粉にして、うん、無能ながらに情報を出すって一番邪魔なクルーをやっているのに一番危険なノリよそれ。引き伸ばしやろこれ。一番危険なノリ。やめて。いや、じゃあもう出さないよ、こんなに頻度が。もういじけちゃった、いじけちゃった。シンゴジラと一緒だよ、もう俺はもうやったから、あとはもうみんなが好きにするといい。ここらへんさんが救い今何分の何ですか？今10分の1ですね。はい、何してんすか？え、いや、やってますよ、やってるんですけど、なんかカウントされなくて。なんか、あ、多分あのワイヤーとか、うん、連続するタスクは全部終わらないと1にならない。ああ、そうなんですね。そう。なるほど、なるほど。なんかちょっと白っぽいこと言わないか。いや、そうなんですもん。そうなんですもん。ワイヤーつなげるとこには確かに行ったんですよ、ね。うん、今やってましたよ。カオゲーさんと一緒に。そうですよ。ちゃんとタスクやってるかみんなに見られてる俺。そうですよ。通信のあのタスク来た時、うん、ザムさんとバブリーヌさんどのタイミングで行きました？最初、俺多分一番最初っすよ、うん、ジャムさんの後私、うん、なって結構早めですか？結構、いや多分、うん、早いと思うよ結構、うんうん、私銃いじってて下でそのまま上行きました。キッチン武器庫通信室ぐらいの流れだったから、うん、どこのタイミングだったかな、うん、キッチンにいる間になったかな。なんかその僕とフルコンさんが向かってる時に結構あのエンジンルームとかメインホールとかでシャッター閉められてあのあそうですね行けなかったんですけど到着してやっと治ったんで。あぶねえ、うん、やめてよ頑張ってんのに後悔するからね。俺が宇宙に飛んでったらみんな後悔しちゃうから。あぶねえな、おえ、よしやろう。俺これ多分初だよやるの。あ、ちょっと待って、ハンバーガー作んの。1レタス、レタス2レタス2の玉ねぎでバンズ。お肉入れないんかい、肉入れないんかい、ヘルシーすぎるやろ。毎回危ないんだよ。白いの？そうですよ、僕一生懸命、そうですそうです、一生懸命タスクやってるんで。怖い。いや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 なんで？なんで？怪しいな逆に。あ、これを何？振ればいいの。あ、おっとっとっと、なるほどね。ほら覚えてきたよちょっとずつ。わーっとちょっと、あら、おやられてる。あら、顔芸さん。
どちら、はいはいはい、コックピットでアドミ見ようと思ったらアドミの前で、あれあでね、今直前帰国前に一瞬見たけど、結構パッと見た貨物とかアーカイブにとか、貨物にいかんの、なんか結構あ貨物は僕でした、うん、はいはいはい、はい、ミーティング1レプチンミーティング1レプチン、うん、で電気1あ2じゃねえじゃあ、うん、あそうかそうか、うん、うんうん、あれ電気どうやった？ん？電気は？電気で覚えてない。パッとしか見えない。報告せなと思って。電気。はよ報告せなと思って。でもマオ君メインホールからシャワー室の方に走って行ってなかった？すれ違った、ね。あ、いたいた。でコミューサブなおコミューサブじゃねえな。うん、コミューサブ行こうかなって思って、エンジンルームの入ったあたりで終わったんで、うん、いいやと思って電気室にのタスクを渋々やりに行って、うん、うう降りたとこあたり。はいはい、なるほど。で、あの電気直した後すぐ診察でバイタル見たっすけど、その時にはもう死んでましたね。ああ、そうな、結構前か。えでもへコミュニケーションで一回バブ様ってどういうルートですか？うん、展望いますよね、展望あたりに。そうですそうです。今コミュニケーション止めに行こうとして武器庫結局下がってキッチン取ってデッキのところの配線やって一番下であの電波探してました今最後。あれね、うんうん、まあでも一緒に下がったんやもんな。ザムさんほぼほぼそうですね。診察見る前に僕とザムさんとトスドさんでしたっけ、うん、アーカイブトスちゃんもすれ違った、あ、昇降機じゃないかな、アーカイブ、すれ違ったアーカイブ脇、うん、ああそっか、うん、脇で一緒やったんちゃいます。あ、そうだそうそう、うん。あれバブリーナさん、うん、展望デッキにいたんですか？ね、左側の。あ、左側の。あ、はいはい。そう、はい。なるほど。ベント位置なんだけど。僕が展望デッキでバブリーナさん確認してからコックピット行ったら顔芸さん死んでた。はいはいはい。なあ、なるほど。で、あのその後に、あ、金庫は誰もいなかった。とりあえず上と下まず先に寄って、うん、で展望位置がバブリーナさんで、うん、金庫ゼロで。僕はキッチン脇のセキュリティールームのあのなんか電波取るところでいて、うん、で途中その廊下でフルコンさんと会いましたね。うんうん。で、うんうん、マウシーは下の方だっけ？俺はメインとか電気室とかそこら辺にチャカチャカいた。マウさんとどっかで会ったの。ああベルクラさんとどっかで会ったな。あ、じゃあここ来ませんセキュリティ行ったんや。そうや。僕セキュリティです。違う。うん。うん、位置的にはレプちゃんはまあ、あの飛んでミーティングはいけそうかな。うん。うん、で、うん。ラブ様、うん、いやいや、無理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 。ほんと無理、ほんと無理。ほんと無理だよ。わからんなぁ。しつこく入れてくるね。入れてくるね。俺を殺そうとしてるやつがいるね。ちょっと待って、俺分かったよ。俺今ので分かっちゃったよ。おそらく名探偵出たんじゃないこれ。フルコンさんちゃうこれ。フルコンさん、なんか俺の情報隠しとったよね。あ、ちょっと待って、静かになっちゃった。ちょっと音楽つけて。怖いんすよね僕はね。音楽つけの。おっフルコンさん確かになんかあの油塗るやつもありえるよね。確かに。ん？あ、これ取って。あれ？ん？あ、オッケー。ねえ、どうだろうね。でも俺はもう大丈夫でしょ。うん、ナイス。白い白い。停電の後すぐ押したっすけど、これただの停電の後の確認なんで。はい。はい。はい。ありがとうございます。白い、白いわ。白い。あとタスク1個です。はい。早っ、ナイス。早いな。僕もあと1個です。早いな。早い。うん、僕も。多分ココレモンさんは行くんですか。僕今10分の3ってなってますね。釣りますか。いや、やめてやめてやめて。やめて。やばいな。やめて、一生懸命やってんだから。なんかでも、なんか白いよな、じゃあ。じゃあ白いな。逆、そう、逆に白いでしょ。どんどん白くなってるわ。でしょ。そうなのよ。初日あんなに釣られそうになったの。そう。生きの、ギリギリなのよ。ギリギリどんどん白くなってんの。え、でもさっきの顔芸さん死んだ時って、うん、バブ様以外怪しい人っていないかなとか思っちゃった。あ、あとフルコンさん死体見つけたのどこですか、顔芸さんって。
アドミンのあの見てる前です。あ、コックピットで見てるときにやめたんでしょうね。先っちょんとセキュリティのとこですか？え、コックピットです。コックピットのコックピットにアドミンがあるので。コックピットってボタン通報でしたっけ？違います。死体発見でしたよね。はい。うんうん、私デッキで配線右側のあの配線つなぐとこあるじゃないですか。それをやるときにフルコンさんいらっしゃったんですよ。うんで、その直後に下で電波をキャッチしに行ったんですけど、そこのタイミングでもう鳴ったんですよね、通報が。だからスピード的に早くねって思ったんですけど、あの、ね、そう、バブリーナさんとちょっと見て、うんうん、でココ君をセキュリティ側に見送った後、やっぱアドメ見よって戻った時もバブリーナさんいて、でコックピットでカオゲーさん発見なんで、僕は、うん、まあ、バブリーナさんの弁当もあるけど、レプチンさんの弁当もあるなと思います。うん、ミーティングやったら、金庫に飛んでのミーティング終わりは普通にあるなと。まあ、いやでも確かに早い気がするな。白く見てほしいからってわけじゃないですけど、仮にですけど、うん、フルコンさんが黒だったとして、展望でバブリーナさんと一緒にいるのに、その状態で速攻弁当で移動して殺して報告だったら、フルコンさんの動きがちょっとどう理解できないというか、そういうこと普通しないんじゃないかなっていう、うんうん、その自分が黒くなるようなこと。うん、そうですね、あ、僕がやってたらもうやって。はい、やって速報告かもしれないですね。あ、うん、やって速報告の可能性もありますけど、うん、まあ、そのインポスター、うんうん、やらないでしょうってことよね。うん、そうそう、なるほど。うん、てか、なんならやってどっか逃げるよね、多分。ですですです、だと思います、ね、うんうん。確かに僕とそのキッチンとセキュリティの廊下で会って、そこから数秒して鳴ったんで、うん、確かにコックピットに行くの早い、早い気もするな。早いんですか。はい。あれ、なんかバブ様さっき顔芸さんの死体が上がった時に、うん、あれさっきって一言ボソって言ったの、ってました。あれ何だったんですか？うん、確かに。あれはいや通報したのがフルコンさんだったから、あ、さっき早いなっていう、あれ、あ、うん、そうそう、入ってない、直前で見たのに早いなみたいな。今回入ってない、今回入ってない、サンキュー。ついに入んなくなったぞ。もう最初はもうご投票に移っていたな。最初5投票ぐらい入ってたのに、もう入んなくなった、入んなくなった。あ、そうですよ、白いですよ、僕。真っ白。どんどんと、白さ、そう、どんどん投票数が減ってったんで。よかったです。すごない？すごない？最初5票入っててギリギリ釣られるってところだったのに、もう0票になっちゃったよ。フルコンさんじゃない、これ、もしかして。確かに早いと思ったんだよね。俺、そしてこれ、プロなってないカード。あ、怖い。怖いよ。怖い怖い怖い。どう？あ、治った。治った治った。すごい時間かかってなかった、今。治った治った。ふぅ、ココさんに任せる。任してくださいよ。あ、ご、一旦離れよう。で、ザムさんと上行ったと。いや、タスク多いのよね。ほんで？あ、ここ。あ！やっぱり塗っとったんやん。ねえ、塗ってたんだ。怪しいってのがなんとなく合ってたね。やっぱりね、わたかった。まあでも、俺が白だっていう。俺が真っ白だってのが分かったでしょ？